オタファの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日は、この、以前僕がレビューした無限ファラオ。これがこう、まだ開けてないのが、もう一セットあるんですよね。なので、これ、ニコイチにしたらどうなるかなっていう、その、オタファのオレバインを、見せます。まあ、今これ、ロボットの状態なんですけども、まあ、どうだろうね、強化合体みたいな感じになるかな。 ま、あ、この一つ一つのパーツっていうのがブロックになってて共通のジョイントがあるんで、ちょっと今日はそれをお見せします。<noise> これで足ができたから、<laughs> 結局ロボを作ることにしました。うーん、今までの股間だと、ま、あ、股が狭すぎるから、この胴体胴体がこう股間にくればいいのかな <laughs> これで、 足が繋がりました。ま、あ自分のルールとしては、も、ま、う、あ、このパーツ、一つも余らせないようにしたいんですよね。うん、で、まあ、あの、二個目の無限ファラオは、ちょっといろいろカスタムしたいなっていうのをちょっと考えてたんで、ま、あシールはあえて貼りません。はい。ここまでで、おおよそ1時間半。<laughs> なんとかできました。それではお見せします。せーの。 じゃん完成これがグレートペガサスファラオだ <laughs> これの大変だったところ。あの、自分は思い出したんですよね。9年前にこの元となった無限バインの無限ファラオ。これのニコイチを試みたときに、あの、全然うまくいかなかったんですよね。それをやってる途中で思い出しました。というわけでね、これどうでしょうか。あのね、グレートペガサスファラオですから、これね、横を向くとね、 こうなってるわけですね。四つ足になってるんです。このね、強化合体したときに、このペガサスになるっていうのは、あの、古くはこういうグレート合体であるんですよね。うん、パーツの配置に困ったら、とりあえず、ペガサスにしとけというね、ばっちゃんがそう言ってたんで。だからこう、正面から見ると、まあ、そんなにわからないんだけど、この横から見ると、いい感じに、こう、ケンタウロス形態になっていると。でね、あの、ちょっとみんなに申し訳ないんだけど、 これね、明らかにパーツが全部がくっついてなさそうなんですけど、その通りで。余っちゃってるんですよね。で、それはどうなったかっていうと、じゃんこれはですね、あの、これもまたね、ばっちゃんが言ってたんですけど、パーツが余ったらとりあえず、アーチェリーにしとけということでね、これアーチェリーです。あの、弓矢。まあ、こういう感じになるわけですね。これね、パーツを一個も余らせないで合体させるっていうのは相当難しい。うん。だからまあ一応、まあ保持できるかな まぁちょっと見栄え悪いですけど、じゃんなんとか持たせることができました。これのこだわったところは、あのそうですね、この武器、これ以外は全部左右対称なんですよね。あとは、このケンタウロスの状態、この後ろ側の足がこうシュッとなっているように、心がけました。この頭部のパーツ、これがすごい苦労しましたね。<laughs> どこにセットすればいいんだろうと思ったんですけど、まあここに、 セットしてますね。これで余りパーツはゼロです。もしね、このグレートペガサスファラオ、あのやってみたい方は、この動画を参考に <laughs>、ぜひやってみてください。ちなみに、こういう組み替え遊びをして出来上がったものを、オレバインと言います。この動画を見てる君も、もしね、こういう無限サーガのおもちゃ、一個でも、いろいろ組み替えて遊ぶことができるんで、君だけのオレバインにして遊んでみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。 僕もやってみようかなと参考になった方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。みんなからの応援が励みになります。それから、僕の YouTube のチャンネルを登録しておくと、更新情報が届いて、いち早くレビューを見ることができます。なので、チャンネル登録、よろしくお願いします。ちなみに、この動画を投稿している今日、4月23日日曜日は、東京の阿佐ヶ谷ロフト A にて行われた、無限サーガの公式イベント、 ファン決起集会があって、そこに僕は出演していました。その時に会場で実際にこれをお見せしました。というわけでね、無限サーガ第2弾の間もなく販売予定の無限アーサーも楽しみですね。今度レビューするので楽しみにしててください。アートはどんなことでも結構です。この元となった無限ファラオのことや、今度発売される無限アーサーのこと。 僕が今回作ったこのオレバインのことや君が作ったオレバインのことなどどんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたおでした。ファラオアーチェリークラッシュまたねー